上江橋、上郷橋は、埼玉県川越市と埼玉市西区にかかり、荒川と入間川を渡る国道16号の密接する2本の橋。外回り、春日部方面行き車線が1977年春行の橋。内回り、川越方面行き車線が1997年春行の橋である。上江橋と読むのは誤りである。上江橋は、 荒川の川口から 45.2km の地点に所在し、国道16号の川越バイパス方面から進むと、まず、入間川を、次いで、川越市大技、古屋登るとなる世割り亭をまたぎ、最後に、荒川を一気に越える橋梁である。荒川対岸も川越市大技、古屋上であるがさらに、進んで、滝、沼川をまたぐと、埼玉市西区大和左右場に入り、 西大宮バイパス起点と、指線駅方面への埼玉県道2号板、マカスカベ線、国道16号の旧道との分岐点となる、放来 IC に至る。橋町1609.9メートル、総福院11.9メートル、有効福院10.5メートル、車道8.0メートル、歩道2.5メートル、最大島町83.0メートルの、鋼連続箱下橋である。また、 埼玉県の第一次特定緊急輸送道路に指定されている。西部バスの第22系統、大宮駅、川越グリーンパーク路線の路線バスの走行経路である。また、埼玉百景や川越百景にも指定され、下流側の歩道には荒川の景観を眺められる、よう、展望デッキも随所に設けられている。また、特定非 AD 活動法人シビル街づくりステーション。 九州 IT ステーション市民と建設による関東地域の橋100選に選出されている。現在の橋の名前の由来については、所管が日本道路公団から大宮国道事務所に移ったこともあって、旧遽から継承されたものなのかよくわかっていない。上江橋は一般国道で河川に架か,かる橋梁としては、日本最長で全長1609.9メートル、 1997年の橋である。それまでは、富士川に架かる新富士川橋、全長1523.2メートルが日本最長の橋であった。1894年、明治27年12月に、木造の初代上岩橋,橋が大宮と川越を結ぶ、川越新道が整備された際に、地元住民の西岸により干水橋として仮設された。架橋された場所は、 現在の場所とは異なり、荒川の旧華道場に仮設、現在の川越市、古屋上に所在する川越市立古屋小学校付近、された。橋町62軒、約112.7メートル、福院2軒、約3.6メートル。名前の由来は、橋の所在地である大技、古屋城の異名である、上里から取り、上江橋と命名された。この橋は、洪水地の際に、 流水抵抗を軽減すべく、橋の天板を取り外しできる構造になっており、この天板を外す、際の土音が、住民に洪水が近いことを告げる合図にもなっていたという。また通行量を徴収している時期もあった。現在は、公園島上江橋と名を変え、コンクリート橋として現存している。1982年、昭和57年12月、公園島上江橋の田元に、 初代上江橋の記念碑、上江橋来碑が設立された。1920年、大正9年により開始された荒川の河川改修の一環で、昭和初期に荒川と入間川が現在の位置を通るようになり、東西に直線的だった川越振動が堤防と背割り手が設けられたことにより、部が連続する取付道路となり、いつから架けられていたかは定かではないが、 荒川と入間川の進化道場にそれぞれ木製の冠水橋が架けられている時期があった。この冠水橋は、荒川の方は1957年の永久橋が開通した際に、入間川の方も1964年から1969年にかけての間に撤去されている。取付道路はゴルフ場となった区間を除き両岸とも河川時に降りる地として現存している。 1957年、昭和32年3月5日に、旧上江橋は、日本道路公団が、埼玉県で、初の有料橋、有料道路として完成した。橋長865.6メートル、背割り手14メートルを含む、有効福音6.0メートル、橋台、橋脚38基、稼働流深部の位置において垂直材付きの、高単純下地式極限。 ワーレントラス構造を持つ RC 鉄筋コンクリートゲルバー橋だった。また橋の両側は1934年昭和9年8月25日に着工し、1935年昭和10年3月30日に竣工した馬宮、第3横包みに接続され、取付道路がその天場を通っていた。取付道路は川越側、 右岸の延長が1423メートル、大宮川、左岸の延長が1106メートルあり、福音は8.2メートルであった。1936年、昭和11年4月、埼玉県が公費49万7千円産、可燃計画で着工、株工の工事は三上公務所が担当し、当年中に、橋脚11期、1937年、昭和12年に、 同二期、1938年、昭和13年に、同二期と、兄弟三期が完成したが、品事変の勃発により、物資が欠乏し、太平洋戦争により1945年、昭和20年3月に工事が中断し、完成した橋脚が、長期にわたって放置されたままとなっていた。冠水橋は、出水時は長い時は、約1ヶ月もの間交通が途絶える等の支障が、 あったことから、1951年、昭和26年9月22日川越市長を会長、大宮市長を副会長として、周辺自治体による上江橋建設即帰制同盟を結成して、県と共に国に陳情を行ったところ、国の公共事業費から1億5000万円参加年計画をもって加強されることとなった。1952年、昭和27年県の 特定道路整備事業特別会計が制定され、当初の公費49万7千円が戦争で、工事が中断していた間に建設費が高騰し、公費2億2200万円をもって、工事を再開した。工事は、コートラス桁は、松尾橋梁、コンクリート桁及び取付道路は、鉄道工業、株工は引き続き、三上工務所が担当した。 戦前に建設された橋脚は上部を延伸して使用することとなった。1956年昭和31年4月16日に日本道路公団が設立されるとともに同年9月1日に県から工事を引き継ぎ公費3000万円を追加し最終的には2億5200万円をもって取付道路の舗装作業がま残っていたが1957年 昭和32年3月5日に橋は完成し、春節が降りしきる中で、開通式が挙行された。料金所は、旧大宮市川の橋詰め、西遊馬地区に存在した。通行料は8日より、徴収開始され、バイクは10円、軽自動車は20円、小型自動車は60円、普通乗用車は100円、普通貨物自動車は120円、定期バスは170円。 その他のバスは200円、特殊自動車は200円であった。なお、歩行者や自転車、リアカー、牛、馬車などの軽車両は無料である。召喚は当初は1972年頃を予定していたが、予定より早く1967年中に召喚完了見込みとなったものの、歩道が設けられていなかったため、無料化を約1年に延期し、1968年、 昭和43年3月に、すぐ下流側に歩行者専用の速道橋を架橋し、歩行者、自転車はここを通行するようになった。速道橋の橋長は865.6メートル、福音は3.0メートルであった。速道橋召喚後、1968年、昭和43年6月1日ににより、無料化された。開通当時は、 交通量は少なく1日平均で200台程度で、特に日曜日などは10分に1台程度しかなかったが、1965年、昭和40年を過ぎた頃から、交通量が激増し、1982年、昭和57年に、橋の調査が行われたところ、床板や橋桁の損傷が判明したことから、重量制限の実施と川越方面への一方、通行化が行われた。 国土交通省関東地方整備局が事業主体となり、旧上江橋完成20年後の1977年、昭和52年12月7日に総工費45億円を、当時新上江橋として、上流側に暫定2車線で完成した。1972年10月1日着工橋町1604.0メートル、福音10.0メートル、うち、歩道2.0メートル、 最大島町83メートルの鋼連続箱下橋である。橋の施行は東京鉄骨橋梁及び松尾橋梁が行った。この新上橋は4車線化した場合の外回り、春日部方面行き車線として架橋され、開通後は春日部方面への一方を通行路として使用し、新橋が完成しても休業の使用は継続された。上日の通り急橋は後に、 川越方面への一方通行路となる。また、右岸側は同時期に竣工した、長さ308.6メートルの古屋高架橋、外回りに接続された。1997年、平成9年8月20日、西大宮バイパス建設に合わせて新上橋の下流側に内回り、川越方面行き車線が架橋され4車線化が、観光、1987年に、 合わせて、右岸側のアプローチ区間である長さに110.0メートルの古谷高架橋、内回りが加強され、旧上江橋から付け替えられた。現在は、この新上江橋を上江橋と呼ぶ。旧橋は、内回り車線が加強された際に取り壊されたが、移行として、橋脚1基、P7、埼玉市側より7番目の橋脚が、川越市の暮らしの遺産として保存されている。 また、急遽の両側の横包みも残されている。橋が架かる、川越市大技、古谷昇は、荒川と入間川の合流点であり広大な河川敷で、川越グリーンクロス、大宮国際カントリークラブなどが広がっている。橋の上流側には、埼玉市の町底の飛び地が多数あり、下流側は水田などの農地も点在している。橋の右岸上流側のもとに、 荒川上流部改修記念碑が設置されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。